こんばんは。今日はもうお風呂に入りました。こんばんは。アイロンしたいのか。まつげ美容液も塗らないと。今日は早風呂です。もうお風呂入ったの。えらちいね。ありがとう。お風呂入っただけで褒めてくれる世界線。入りました。こんばんは。あとは寝るだけ。いやでも本当に本当にそう、そんぐらいのレベル。まつげ美容液ちゃんと塗ってるね。そろそろでも松橋に行きたいなっていう気持ちはあるんだけど、もったいないなっていう気持ちもあって、結構悩み。まつ行く。ラーメン食べし、いいな。ラーメン食べたい。いや、マーラータンも食べたい。こんばんは。知ってね。私意外と風邪が許さないからね。
コーンも寒くなるとラーメンが恋しくなる。いや本当にね、やっぱねラーメンなんだよね人生って。言い過ぎだよねどう考えても。それはでも本当にラーメンなんだよ結局。みんなが好きなのは、人生ってラーメン、人生ってラーメン。何のラーメンが好きなの？まあでもひなは味噌ラーメン、辛い味噌ラーメンがやっぱよく頼みますね。辛味噌がやっぱ好き。でひなこの間あれに行ったんですよ、人生初の。なんだっけ、なんかトラみたいな東京のラーメン屋さん、なんとかトラみたいな、なんかよく聞く、なんかラーメンといえばなんかよく聞くラーメン屋さんだけど行ったことなくて、行ったことなかったの。あ、そう、竹虎かな、行ったことなくって。マジでうますぎて、え、ラーメンってやっぱうまってなった。なんかラーメンのうまさに改めて気づかされた。いやこれは好きな食べ物にラーメンない人本当に人生1000億%損してるわっていう思った。竹虎を食べてもうねマジでうまい。なんか本当によく聞いてたの、竹虎マジでうまいから行った方がいいってよく聞くけど行ったことなくて、ずっと。やっとこの間行けたんですよ。マジでうまかった、もうあまりにもうまかった。いろんな味ありました。ひなは味噌にしました。でも味噌が多分一番うまいと思う。知らんけどこれは本当にもう好物によるけど、友達が確かなんか塩系頼んでたのかな、覚えてないけど味噌ではないもの頼んでて、ちょっと交換庫した時にうわ味噌にすればよかったって言ってた。まあ、どっちでも塩系もうまかった、塩系もうまかったけど、でも
やっぱ格別に多分味噌がうまかった。でも結構いろいろあるから、本当にこれに関してはもうみん人それぞれの好みっていうか、全然味噌じゃなくてもうまいと思うしっていう感じ。結構種類あるよ、めっちゃ種類ある。なんか味噌も味噌でなんかいろいろあった気がするけど、ちょ覚えてないんだけど、ちょっと詳しくはまた行った時に覚えてきます。これは行かねば。え、マジでうまかった。みんなマジで行ってみて。行列できてなかった、ちょっとできてて並びました。普通に並びました。マジで行ってみて。本当にうまくてもう革命起きた。うまっでなんかしかもひなが頼んだやつなんか2つぐらいなんか自分で好みで入れるみたいな感じなのかな、オイルみたいなのがあって、まあ、全部入れたんだけど、ひなはオイルみたいなのとなんかまあ辛そうな赤いやつみたいなのとなんかあったんだけど、全部まあ入れたんだけど普通にマジで美味しかった。ええな、写真撮ったかな、撮ったような気がするんだけど、いつ。そうそうそう、これこれこれ。なんかそうオイルとかなんか辛いやつみたいなのついてて自分で入れるみたいな。マジでうまかった。ちなみに本当にあの全然おかわりしたかった。新宿、ひなは六本木だったかな、六本木の方に行った。で見た。いやマジでうまかった。渋谷とかにもあったらいいのに。渋谷にあったらめっちゃ行列できそう。いい感じにサラサラになってきました。やっぱ
ぱ寝る前にあのアイロンしとくと朝のさ朝が楽すぎて、まあ毎日できてるわけじゃないんですけど。つけ麺とか興味あったりしない？つけ麺よりはラーメン派なんですよね、ひな。つけ麺も別に美味しいのは分かるんだけど、確実にラーメン派なんですよね。つけ麺食べるならラーメンっていう考え、そう、絶対的に美味しいのは確実に分かってますって感じで。トラダレ付きの味噌ラーメンかな、食べたの。わかんないな、どうなんだろう。でもなんかそう、そのラーメン一つできたわけじゃなくて、なんかそういうオイルみたいなのが一緒にお盆に乗ってきたって感じだから、ちょっと何を頼んだかはわからないんだけれども、まあそんな感じ、それな感じなのかな、それかな。ぜひ皆さんも行ってみてください。マジで美味しかった。でも普通にラーメンの革命って感じ。ラーメンに革命が起きたって感じ。普通に。そんな革命が起こるほどの、もうじゃあぜひ食べてみてください。ひなはまあ結構すごい普通に感動したな。感動した。みんなも食べたら教えてよ、何食べたかも。で他のも食べたいなって思った。他の味も絶対うまいもん。東京行く機会に行ってみる。行ってみて、本当に。こんばんは。めっちゃいろんな種類あるのね、迷っちゃう。そう、なんかめっちゃいろいろあった気がしてる。だからひなもめっちゃ迷ったけど、でも結局もうひな味噌が好きだから味噌頼んだけど、そう。でも他も気になるからみんなも食べてみて。みんなも食べてみて、教えて、何が美味しかったか。なかなかさ、しかも行く機会ないからさ、その、そうだから本当に次、そう、また行きたいとは思うけど、次いつ行けるか分かんないぐらいには行く機会ないからさ、みんなもたくさん行ったら
あのこれ美味しかったよって教えて。結構もう自分の中のラーメンのトップレベルで美味しかったから、トップもう上位何回も行っていろいろ食べたいね。だから教えてください、何回も行って何回も行ってこれも美味しかったって教えてにおすすめのお店ある？でも金蓮丸だっけ、金蓮丸にもね何回か行ったんですよ。でひなは辛いやついつも頼むんだけど、激辛なんちゃらみたいなやつ、マジで辛いけどめっちゃうまい。金蓮丸マジで辛いけどめっちゃうまいからおすすめ。そう、激辛特丸、あそれかも、それそれ、ひながいつも食べるやつ金蓮丸美味しい。これもまた、金蓮丸渋谷のラーメン、そう渋谷にありますね、多分何店舗かある。洋服やひは何買いにしたの？紹介にしたけどめちゃくちゃ可愛かった。ひなは普通です、普通、普通にしました。まあ普通がちょうどいいかなぐらい、うん、なんか美味しいもん、美味しいのね、ヒヒフってめっちゃ時間かかってもちょっともったいないかなと思って、普通ぐらい。冷めないうちに食べたいしね。ロゴ服行きたい。渋谷なら侍によく行きます。あ、聞いたことある、うまいって聞いたことある。なんか家系好きな人がめっちゃ行ってるイメージ。めっちゃ行ってるイメージ。ひひひ、愛媛の友達ラーメン好きな人いない？いやラーメン嫌いな人いないでしょ。ラーメン好きでなきゃ人間はラーメン好きじゃない人間はもうとか言ったらとか言ったら好きじゃない人もいるからね。いやもったいないよ本当に。ひなが教えてあげたいラーメンのうまさを。女の子ならそんな多数派じゃない。いや女の子ラーメン好きよ、めっちゃ好きだよみんなラーメン好きよ。ラーメンじゃないけど渋谷行くとタレカツのお店行きたいんだが、いつもこの、あるの？あるんですか？気になる。どこに？全然知らなかった。